ははは、はい、い、えー、さんんんんどううも、えー、おはようございますここにちはこんばんは今日はね何かというとこれだわあーゴールドウェブのね宮口聡の「担当レボリューション」やな略して「単レボ2019の」のゴールドウェブ講座ねこれの紹介をさせていただきますね。 えー、年度別体系別でもない年度別でもないっていうのはどういうことかというとねあの体系別問題集というのなんだよほらあのレックのあこれごめんねこれ気にしなくていいからねこれ,これはちょっと古いんだけどまああのレックのこの担当体系別はねあのこういうふうにあの過去問が載ってるわけよこれね5枝1セットでこう載ってるわけ。ね。で今度はあの年度別 はい、平成30年1から60ね平成29年1から60みたいなああまあだからもう科目も全部載ってるしね年度別まあそういうのでもないじゃあ何なのかとはい条文ごとに載ってるとああ条文ごとに載ってるわけです、えー、どういうことかというともうね見てくださいあのー、ちょっとノウハウだからねこれね まず1乗の問題って出たことがないんですよ。ねだからこれ1乗ね。1のところ何もないでしょ。で2乗になるとほらちょっとね出てくるんですよ。ねあこれ俺邪魔だね消えるわ。うん、でステップ1簡単な問題ステップ2まあまあ標準的ステップ3これは難しいかなみたいな。 で3乗になるとねドバッと増えますほらドバッとうんそれでねこれピンクで塗ってるのは何かというと授業で扱いますってねうん授業でやったやつをピンクで塗ってるからうんで4乗もほらあの平成28年の13の5ってやつね講義で扱うこれ全部やるとねとてもとても終わらないでで皆さんがやってもらえばいいだけの話だよねうんうんで5畳もこういう感じでね やあの講義でやる問題ピンクでで塗ってますで、えー、ここで初めてですね黄色の蛍光ペンで塗ってるのがありますけどこれ今年の問題ですね今年来年これ聞いてる人は去年の問題ということになるけど黄色で最新の過去問っていう意味ですええー、ねあーこれ勘っていうのはねまあ68を特許の68をって特許権の効力とも関係してるぞみたいなね関連事項ということでねうんうんまあそんな感じかな で俺が時々ねあの、こういう、ほら、GP っていうね、GP25 条、あのー、平成28年、せってね、セット問題の音、ほら、せって、セット問題ね、5枝1セットの、もう丸ごとと、うん、これね、グッドプロブレム、いい問題、地味ですわ、両門って意味ですよ、ね、両門って書いてもいいんだよ、めんどくさいから GP って書いてんだよ、ああ。 ねこれは難しいですわステップ3だからねそんな感じでやっていくとああ、うんうん、ねで27条もねほら追試とかあるけどこれはまあ講義では使ってないんだよこれ去年の追試やね追試も載ってるそれはポイントなんですよこれほら平成29年追試の問題も載ってるよねえ過去問なんとね体型別は大体いい10 過去問10年分ですよ大体ほらレックのね過去問10年分ですわそれに対して私のタンルはね14年分うん気合が入ってますそして一問一答ねえー、これはねどういうことかというとあの,あの知識とな知識の穴となる出題知識の穴となる出題頻度の低い条文は あのまあ、見荒れ地とともにその一問一答集これね、あのー、過去問に出てない、えー、条文ってあるんですよ例えばですねほら見てください21条と22条ねスカスカでしょスカスカ条文ですよ俺ああこれ出たらどうするんだと一体ねこれ出ちゃったらどうするんだとあ,ある意味法目的一応もね 今後で出るかもしれないあの商標法の法目的出ましたからね、えー、平成30年法目的1条が出ましたからね次のうち法目的として正しいものはどれかというのが商標法でだから特許で出ないとも限らんわねあ,あと24条も出たことねえやなこれ24条ねほらうん26条26条出しにくいけどね26条どうやって出すんだって感じだけどね ままあ無理やり問題作作ろうと思えば作れますんで、えー、でこういうところをねあのー、このほら知識の穴で一問一答集、うん、例えばこうクローズアップしてわかるかね、うん、これだうかちょっと見える特許無効審判事件が特許庁に計測する場合において特許権の移転があった時はあのー。 特許権の移転がときは審判長は現特許権者に対してその事件に関する手続きを続行することはできない。できるよ。うん。できますよ。これ。だから罰じゃねえの。ほら。ね。二十一の規定の解釈については、あ承継後は証券人に対してのみ続行でき。えー 原権利者に対して続行することは認められない。趣旨であるとする意見もあるが、意見もあるが判例通説はね。ちょっとはちっちゃいけどね。判例通説は証券に,に対して続行しますけ原権利者に対して続行しても差し支えない。趣旨であると返される。青本ね。ほらこれ21条の問題やね。 うん過去問にないもんだから私オリジナル問題で用意するっちょうことよ。ねこれで知識の穴がなくなります。宮レジこれがまたねいいんですよ。宮レジね。あのー、短期書とかにもね宮、えー、レジついてますけどえー、っとねちょっと待って宮レジ見せるから。ああ。宮レジ例えばどこへんをお,お見せしましょうかね。 そうやねちょっと待ってくださいうんまあ今のような話も載ってるしなんかねこう分かりやすいところがいいかな、うん、例えばね3乗なんか見ましょうか3乗ってほらあの期、ー、間の計算ですよ期間の計算のところ分かりやすくね字面で字、えー、面をこう図式化してね説明すると例えばねあのー、初日不参入の原則ってあるじゃないですか うん、で皆さんあ,のあれ知ってる除籍申し立てをするとそこから3日以内に署名しないといけないんですよ。ねそうすると7月24日に除籍の助申し立てをすると1日目が、あのー、7月25日2日目が7月26日3日目が7月27日ですよ。だから署名の期限は7月27日ですよと初日は数えないんですよと。 0、ね、日ですよ初日は、うん。じゃあ次挿入挿入じゃない初日不参入の原則の例外、まあ、例外じゃけんの、あのー、どうしよう青で塗ろうか、うん、あの期間が午前0時から始まるケース、まあ、厳密に言うと0時00分やね、うん、これはね、あのー、例えば午前0時から記算される例としてはうーん。 延長期間、付加期間が典型。ちょっとオレンジの方かね。延長期間とは付加期間ってね、オレンジ色のニュアンスなんですよ。うん。例えば、特許査定、投本から30日以内に、特許の納付を押せないかはね、それで、えー、っと、これが、あの、本来の期間やね。えー、っと、本来の期間、30日が8月23日になるわけよ。うん。 納付期限ね、三十日だけ。はい。でさらにあの三十日の延長が認められているわけです。そうするとこの本来の期間がちょうど終わった日の午前零時からも一日目がスタートします。なぜかというと丸一日の二十四時間丸々与えられてるからね。もう初日からも一日目、初日から参入すると。 と、ね、ということなんですよだから結局ですね 30+30 ということになるからまあ60日ですわね 30+30 30で60日とそうすると7月24日が8月23日で8月23日が9月22日までになるとそういうことですまあ7月も8月もね31日まであるからねまあそんな感じですわうん。 でこの今度は暦に従うというやつですけどもちょっと黄色で塗ろうか、うん、これどういうことかというとねあの3月31日に巨咲が来たと、うん、これ嫌やねちょっとイメージ的にはあー巨咲が来たぞと、うん、そうするとそっから3ヶ月以内に巨作審判請求できるとよ、ね、でその場合にどうやって参入するかというと 3月31日の次が4月1日やからだから4月まるまる5月まる六月まる、6月三十日6月30日までにあの虚作審判請求すればいいってことだでもこれはもうね本当にこう翌日が1日のような場合だけですから大抵の場合には次ですよ大抵の場合にはこの三条一項二号がね適用されるとうん。 だいたいいいたこうううふうにね、の悪い時ですよ見てください3月13日に許作が来たと、うん、そうするとそっから3か月やろ3足してごらん6月13日ですよほらね簡単やろ3月13の3に3を足してごらんなさいとそして6月13日これが虚作審判請求期限ということになるわけですねええー、はい。 であのー、そうそう応答する期間がない時は土下になるかとこれちょっとね紫ムラムラを使いたいなうん私の授業ね蛍光ペン使いますからねあのー、ちょっとね蛍光ペン何色用意すればいいんですかっていう質問も来そうだからとりあえずほらこういうふうにね、あのー、ピンク赤オレンジうーん黄,黄色緑紫ね、えー、ご覧の感じでお約束して でですよ、まあ、従わんでもいいぞ、うん、あの自分のルールに従ってもいいけど何のあ何のその蛍光ペンのルールを決めてない人はあ俺に従ってくれはいそれでね、えー、これちょっと紫で塗るけどね、はい、最後のお月に応答する期間がない時はその月の末日に、えー、満了するというね、えー、例えばね あの11月30日に許佐、えー、当本が来たとそあそっから3を足してほら11月30日からね、あのー、3か月となるとですよ、えー、まあ12月1日からカウントし始めるわけだね、まあ、そういった意味ではあの一番上のこのほら月暦の帯に従うとちょっと似てるんだけど、あのー、そうするとえー まあ11月から3ヶ月やから12、1、2やろ。2月30で終わるんだよ。でも2月で30じゃねえだろ。2月で28日で終わるんだよ。うん。ほら。ね。もちろん売る年は2月29日やぞ。だから30、30の時は30で終わると思わん方がいいね。あの、絶対にその30の時は30とは限らないよ。2月の時は28日終わるからね。 だから応答する日がないというのはまさにこういうケースなんだよああ。2月は28日までしかないからね。だから本当ね、2月には要注意だね。うん、ほら、どうよ、これで、あのあ最後にあの、末日、休日の取り扱いはね。ほら、こんな感じで。うん、行政機関の末日や休日の場合にはね、えー、これは、あの、虚咲党本が、 1>, えー、1月21日だとするじゃんそうすると4月21日なんだけどこれ日曜日だから月曜日まで伸びるとねまあおなじみの知識はねこれはいどうよこういう感じでね字面をこうやってあのビジュアル化して色も塗りながら教えていくからこれいいでしょこういう感じでええ見荒れ字はこれうん、ね、あとまあくだらないけど語呂合わせもねあのゴロテク どではないけどね結構ほら語呂合わせも用意してるからね自然力層行動のものとはね口述も意識してるからほら自然放送用者技術的層の創作の良し行度のものにね自然力層行動のものねで物の発明摂取上悠々もでしょ摂取上悠々もねほらで2個はまあ語呂合わせに頼る必要ねえわ短けえからなその方法を使用する行為で <laughs> 3個はねめんどくさいんですよまた 二号他生物、史上有網。二号他生物、史上有網ね。うん。まあ、一号足す二号が三号みたいなイメージでもいいけどね。ほら、こういうふうに語呂合わせも使いながらやっていくで。はい。で、あとね、えっ、ー、と、崩壊性。あの、本格的な崩壊性はね、その、まだね、 あの今の段階ではまだ決まってない部分もあるから、まあ終わりの会にとっておきます。独学では困難な法改正を、えー、必要な部分に絞って分かりやすく、えー、解説とで、えー、一応ね。こういうことがあり得ます。まずね。上4歩。法新深層例がまあ、6ヶ月から1年になりましたね。で、商標の分割の要件が課長されるなど、既に施行されているもののか。 特許権の存続権の延長制度が、あのー、予定されていますがね、これはね、ちょっと分かんない、うん、少なくともこの6ヶ月が1年になったとか分、商標の分割の要件が課長される、ここは確実ですけどね、存続期間制度はね、ちょっとこれは TPP 関連法案と影響、あのー、リンクしてるんでね、そこまで間に合うかどうか分かりません。あと不況法著作権法 でおなじみの PCT 規則、えー、これが改正されます。ね。はい。で、現にね、あのー、もう、あれですよ、ミアレジは、ちゃんとね、対応しておりましてね、えー、ミアレジというか、その、解説冊子をお見せしましょうか。解説冊子をお見せしますわ。ね。うん。 例えばですね、こういういこことなんですよ。うん、これねちょっと2ページだけど、はい、これね、あのー、平成16年の問題なんだけど、あのー、これちょっとごめんなさいね、平成30年6月9日の施工の30条平成30年6月9日施工の30条に対応してんだけどあのー、ほら これ、えー、予行週研究発表がね2月28日に、えー、行われたと研究集会の予行週が2月28日でもう1年に対応してるから見て下さいほらね2020年の2月28日ねところがこれさもう応用ですよ。次に翌日帰算主義だからあの3月1日からでしょ。だから、えー、3月 まあだから結局そのあまた2月28日か末日、まあ、はでもほらうる年なので2月29日なのねほらでもこれ土曜日だから3月2日まで伸びるよという問題なんですよねさっきの知識をもう応用させるただこれ平成16年の問題はもう完全にあの、えー、この平成30年改正に対応しておりますんでね 6ヶ月じゃなくてあの1年の問題にしておりますちゃんとねほら3月1日からカウントしてね、えー、12ヶ月分かりやすいでしょこうやってもう地道に愚直なまでにねこうやって表を書いてうん2月29日までですよとうるうる年ですからでも土日が入りますからね月曜日まで伸びますよというそういう問題いいでしょうんちゃんと改正にも対応してるからねうん そんな感じはね朝決む程度ほら知識の穴はあこうやってねオリジナル一問一答集であの私は問題作っておりますねで法改正に対応してるとさあね法改正これあの平成29年やなくて平成30年だからねそういう感じやねうん であとはあのー、ここもおすすめ従来の過去問対策の非合理からあ解放されるというのはどういうことかというと、あのーまあ、結局ですねこのさっきも言ったようにやっぱり頻度の高いところをこう勉強するっちいうのが王道なわけですよ。こうスカスカのところはねまああんまり気合入れてもしょうがないんでやっぱりこの頻度の高いところをやることで。 満点は取れなくても合格点は取れるぐらいの実力をつけていくと。でさっき言ったように追試が載ってるぞと。これねえっ、ー、とこのねレックの体系別には残念ながらちょっとの載ってないんですよあの追試がねだからそういったのでも付加価値が高いね「担当レボリューションは」は平成29年の追試も全部あのどっかに分類させてますからうん。で回数を充実させあの解説を手厚くしてると。 そうですねまあ、商標法と不況法を去年よりも1回ずつ増加させているということですわ。はい、ということで回数は、ねまあ、ご覧のとおりになっております。ねえー、特実7回、衣装3回、商標4回とで、えー、一問一答の回と改正法の回、ね。 で下3法は条約4回著作2回不協法2回ということでねで下3法の改正対応の回も載っけてるということです。はい、であの、えー、まあ上4法と下3法をバラバラに申し込むこともできるんだけど両方申し込むと1万円お得だよというところもなかなかね えー、捨てがたいいい魅力かなとううふうに思います来年の5月2019年5月31日まで市長ああ市長できるんじゃなくて販売終了日がね販売終了日が市長期限は来年の7月31日です2019年ので今お見せしたようにスプレッドシートというのはまあこういうやつでね分類過去問分析表やねでミヤレジはあのー これですね宮,宮口レジメ、うん、短基礎とかでもまあ配ってるけどね、まあ、若干こうく工夫して短縮してるところもありますそして解説冊子がこれねうんそうですであれ解説冊子あ問題冊子もあるけどこれはね自分でやってくれよ問題冊子はねこれはあの扱いませんからこれはもうね自分でやると。 ね、ですぐには汚さん方がいいぞ、うん、まあどうしても汚したい人は自分でちょっと面倒なんだよコピーするとかしてね雇いあの最後の仕上げにやってくれ問題冊子はね解説冊子はあの汚していいからどんどんいろいろこう書き入れていいからああ問題冊子はね最後の仕上げに使ってほしいなであと一問一答と法改正レジュメはねあのいずれ まあ、あの終わりの方で配りますからね、うん、心配しないでも送って送りますからで、まあ、最後に勉強法なんですけどあの過去問解く時はね私こういういにお勧めすするんですよああ、あのー、問題ごとにねランク付けをするとうんランク付けをうん超簡単とかねえー、超簡単だったら A ランクまあまあ簡単だったら B ランク 丸かツかはっきりしない C ランクうわこれ難しい D ランクディフィカルトの D ねもう何言っとるか分からんと、うん、これむしろ問題間違っとるんとちゃうかみたいな、B、もう悪問に近いねこれ BP でもいいわ BP でもいいぐらい Bad problem ねこれもいいですでなるべくね鉛筆とかシャーペンで書いといて消せるボールペンでもいいけどなぜかというとやり直すたびに C が B になり B が A になっていくからそうやろうん で最終的に全部 A か B になっていってあの正党率も上がっていくと。うん、それはもう過去問としてはもう仕上げですよ。うん。ね。はい。ということでねこの宮口聡氏の「担当レボリューション」非常に魅力的ですこれ。もうやっぱりあのー、結構ね、あのー、長年の歴史も出てきておりますんで、あのー、なかなか息の長い講座になってきておりますよ。 最初は、ね、担当エボリューションという名前だったんだけどもう革命まで起きてますからねレボリューションという名前になっております。ねはいということで皆さんね、えー、全28回なんだけどあまあ取得は2時間だからねただあのちょっと2時間半ぐらいの回もあるかもしれないけどねまあそれはあの早く終わるよりはあの皆さん得してるわけだからね聞く側としてはね。えー あの短く終わることはないですからはいじゃあこの辺でこのプロモーションビデオね終わりたいと思いますはいそれでは皆さんで、ねえー「担当レボリューション2019」えー、担当体系別でもない年度別でもないこれをぜひですねあのご受講いただきそして合格にあのつなげてほしいなと思います去年受けた人でね あのまあこの人はね担当が超苦手な人だったんですよで勉強しても勉強してもあの伸びなくてね、えー、このタンレボを受ける前の年は9点だったんですよ9点ですよ全部で9点だからね言っとくけどもう何回も受けてる人ですよすごくない ?9 点取るのも難しいと思うようん、うん、50点取るよりむしろ難しいんじゃないかなと俺は思うんだけど9点取るのではいそれがあ今年45点で受かりました ね、だから45から9を引くと36点伸びたという単レボを使って嘘らなしですよこのねまあプライバシーの個人情報保護の観点からねその人を連れてくるわけにはいかんからあれだけどあのー、本当ですよ9点が45点まで伸びて受かったからもう単レボ一生懸命やってましたよその人うん来る日も来る日も雨の日も風の日もねもうその成果でさその賜物ですねはい。 じゃあこの辺で終わりたいと思います。皆さん、それではあ担当レボリューション二千十九、ぜひともお待ちしております。それでは皆さん、えー、ご健応。